ファミリーマートで発見ナンバーアイが店内広告で見せる衝撃の瞬間ファミマで発生中ナンバーアイの新広告がファンを熱狂させる理由コンビニエンスストア、ファミリーマート私たちの生活になくてはならない存在であり毎日のように足を運ぶ人も多いだろうそこには数え切れないほどの商品が陳列され 私たちを飽きさせない魅力的な空間が広がっている。しかし、その中にあって、最近、ひときわ注目を集めている商品がある。それは、あのアイドルグループ、ナンバーアイとコラボレーションしたビアボールだ。ナンバーアイといえば、日本のアイドルシーンを牽引する、まさに今を象徴するグループ。彼らの魅力は、 その圧倒的な歌唱力とパフォーマンス力だけではない。メンバーそれぞれの個性と魅力が融合し、ファンを魅了するその姿は、まるで太陽のような輝きを放っている。彼らを目当てに、多くのファンがファミマに足を運び、レジ横にあるビアボールに目を奪われている。ビアボールは、フルーツや野菜などを混ぜて作る、健康志向の新しいタイプの飲み物。 一口飲むと、爽やかな香りが口いっぱいに広がり、心も体もリフレッシュさせてくれるんだとか。しかし、ファンたちがビアボールに熱狂する理由は、ただ単にその美味しさだけではない。そこに、ナンバーアイの存在があるからだ。ツイッター上では、ファンたちの熱狂ぶりが伝わってくる。ファミマ言ってきました正直、想像以上の大きさ。 通いた愛動画ありがとうございます。レジのところなんだ。お会計中みんなが絶対目が行くね。これらのコメントからファンたちはただ CM を見ているのではなく実際にファミマに足を運び自分たちの目でその光景を確かめようとしていることがわかる。その光景はまさにナンバーアイのファンたちの熱狂を物語っている。ナンバーアイのファンたちは なぜここまでビアボールに熱狂するのかその理由は彼らの強い思いとナンバーアイという存在への同型にあるのではないだろうか。ファンたちはナンバーアイのメンバーを通して自分たちの理想や夢を投影しその輝きに共感している。彼らにとってビアボールは単なる飲み物ではなくナンバーアイというグループ。 そして自分たちの夢や希望を象徴する存在なのかもしれない。店員さんにモニターに流れるナンバーアイの CM 録画して SNS 載せても良いですかナンバーアイです。ビアボールの CM やってるナンバーアイとナンバーアイを連呼してきました。こんなコメントからもファンたちの熱意が伝わってくる。彼らはナンバーアイというグループを自分たちの生活の一部として受け入れ、 その存在に深い愛情を抱いている。しかし、この熱狂の裏には少し気になる点も。ビアボールの CM は果たして本当にファンたちの心を掴んでいるのだろうか中にはビアボールそのものよりもナンバーアイが出演しているという事実の方が重要だと感じているファンもいるかもしれない。ナンバーアイというグループは ファンたちの夢や希望を叶える存在なのかもしれない。しかし、同時に、彼らに対する過剰な期待や依存は、ファンたちにとって大きなプレッシャーになりかねない。ファミリーマートは、ただの商品を販売する場所から、ファンとアイドルが交わる新たな交流の場へと進化しています。店舗内での広告キャンペーンは、単なる宣伝以上の意味を持ち、 ファンの日常生活に彩りを加えています。このような取り組みはファミリーマートが他のコンビニエンスストアと差別化を図るための重要な戦略となっています。このような広告キャンペーンは今後も続くことでしょう。アイドルグループの持つ影響力を最大限に活用し、日常の中で自然に目にする場所に広告を配置することで効果的に商品をプロモートする手法は、 今後も多くの企業が採用することが予想されます。また、ファンとの距離を縮めるための新たな取り組みも続けられることでしょう。最後に、私たちの日常は時に単調に感じることがあります。しかし、そんな日常の中に好きなアイドルが関わる瞬間があるだけで、その日が少し特別なものに変わります。ファミリーマートとナンバーアイの広告キャンペーンは、 そんな特別な瞬間を私たちに届けてくれるものです。次にファミリーマートを訪れた際には、ぜひ彼らの広告に目を向け、その瞬間を楽しんでみてください。この広告キャンペーンの成功は、他の企業にも新たなマーケティング手法のヒントを提供しています。では、今後どのような企業がどのような形でアイドルを活用するのか、また、 それが私たちの日常にどのような影響を与えるのか皆さんはどう思いますかアイドルと消費者の関係はこれからどのように進化していくのでしょうかぜひ皆さんの意見を聞かせてください。ナンバーアイというグループ、そして彼らのファンはこれからどんな未来を歩むのでしょうかビアボールという新しい出会いをきっかけに彼らの世界はさらに広がり、 ファンとの絆はより一層深まるかもしれません。一方で、CM 効果で一時的に注目を集めたものの、その後、忘れられてしまう可能性も考えられます。ビアボールは単なる飲み物にとどまらず、ナンバーアイのファンと彼らの未来をつなぐ重要な役割を担っているのかもしれません。この熱狂は、私たちにどんなメッセージを伝えているのでしょうか 私たちはアイドルグループの CM を通して何を感じ何を考え何を学んでいくのでしょうかこの熱狂は単なる一時的な流行に過ぎないのでしょうかそれとも私たち自身の夢や希望そして未来へのメッセージなのでしょうかビアボールの CM が私たちに投げかける問いかけはまだまだつきません。ビアボールを通して私たちは 自分たちの夢や希望について改めて考える機会を与えられているのかもしれません。ナンバーアイというグループがファンたちの心をつかむ理由。それは彼らの輝かしい未来への希望を私たちに与えてくれるからなのかもしれません。ビアボールは単なる飲み物ではなく私たち自身の夢や希望、そして未来へのメッセージを象徴する存在なのかもしれません。 ナンバーアイとビアボールの物語はこれからも続いていくでしょう。そしてその物語は私たち自身の未来への希望を照らしてくれるかもしれません。あなたはビアボールとナンバーアイの物語をどのように受け止めますか